1719年間交番の表紙、女房学校はモリエールの儀曲。1662年発表。パレロワイアルにて同年12月26日初演。舞台は街の広場から始まる。アルノルフは日頃から市政の夫婦たちを風刺しては楽しんでいた。店主はせっせと金を貯め、その金を女房は男に貢く。 彼にとってはどちらも笑いの種でしかなく、女房にするなら、賢い女よりも、何も知らない、無知な女こそ、素晴らしいという。彼はその考えに従って、孤児であったアニエスを引き取り、修道院に入れて育ててきた。成長したアニエスはひどく無邪気で、まさに望み通りに育っていたので、明日にも結婚する決心を固める。アルノルフテー、親友オロントの息子、 オラースがやってきた。彼はアバンチュールの真っ最中だとアルノルフに告げる。また笑いの種が聞けると興味深く話に耳を傾けるアルノルフだが、なんとその相手はアニエスであった。オラースはアニエスをこれまで修道院に入れていたのがアルノルフであることを知らなかったのである。焦ってアニエスを問いただすと彼女もオラースに惹かれており恋をしていることを認めてしまう。 急いでアニエスと結婚するべく様々な手を打つが、オラースにアニエスを奪われてしまうアルノルフ。アルノルフは、まさに、女房を教育するための学校としての役割を、務めただけなのであった。1661年に書かれた、定手学校と扱っているテーマはほとんど変わらない。公演では、アルノルフをモリエールが演じた。モリエールは1662年に40歳の時、 劇団の20歳の女優アルマンド・ベジャールと結婚。このような中上演が開始された。女房学校は、モリエールが生涯獲得した成功の中でも最も輝かしいものであった。初演以後、翌年の復活祭までに31回の公演が行われ、モリエールの死去する1673年までに88回行われた。公開から1870年までに行われた。 公演は1300回以上に上るという。この作品の大成功によって、モリエールは国王から1000リーブルの年金を獲得しただけでなく、自分の息子の大父母として国王類14世夫妻を持つなど、演劇界と宮廷における地位を不動のものとするに至った。女房学校が扱った娘の教育、結婚というテーマは、貴族文化が円熟期を迎え、富裕化した。 町人階級の台頭が目立ってきた1660年代における重要な社会、自治的問題であった。現在とは違って、当時の女性たちには、恋愛や結婚に関して自由な意思など与えられて、おらず、父親の押し付ける結婚に従うか、それが嫌なら修道院に行くか、この二つしかなかった。女性たちは、こうした強制的な結婚に、親の応募と、 結婚後の夫の応募の二重の応募があると考えていたのである。女房学校は、モリエールが女性教育や自由主義用語のために、こうした社会問題に投げつけた爆弾であったのである。ところが、数年前まで、南フランスを巡業していた旅役者に過ぎなかった、男がこれほどまでに大成功を収めたことは、当然ながら、同業者たちの嫉妬心を激しく炙り立て、 翌年1663年に喜劇の戦争が勃発するのである。1663年、女房学校をめぐって、モリエールと作家たちの間で応酬が起こった。批判の言葉を並べるなど、直接的な方法ではなく、あくまで喜劇の形を借りての応酬であるのが特徴的である。この戦争は以下のような経過をたどった。また、女房学校批判において展開された。 モリエールの主張と反論は以下の4点にまとめることができる。1点目がコルネーユ兄弟の心象を害し、不和を招いた。1、悲劇は悲劇と比較しても決して劣ったジャンルではないこと。生きた人間をありのままに描いて滑稽味を加えねばならない悲劇に対して悲劇は実在の人間らしさを感じさせなくても問題とならないし、大げさな文句や言文を用いて、 感情を表現できるため容易である。2. 演劇理論に対する態度について。3一致の法則など理論から外れて制作された芝居が観客に喜ばれ理論に則っ,って作られた芝居が受けないとすれば、それは理論自体が間違っているということ。3. 表現について。芝居における表現方法とは何も外面的なものばかりではなく、 心理的なものも存在するということ。4. 演技について。誇張された演技を排除し、自然な発生、わざとらしさを感じさせない演技の必要性を強調すること。本案という形ではあるが、現在判明している中では最も早くに日本語にこぼし訳された作品である。明治19年10月31日から11月23日に、読売新聞史上において、 南北梅子体という題名で連載された。役者は古藤星という人物だが彼については何者なのか未だつまびらかではない。ありがとうございます。